はい、昨日の引き続き、ルミエの神山です。今日また、はやぶさの、まあ、動画になりますけど、昨日ですね、これ、バッフル抜きました。こちらになりますね。はい。で、このバッフル、ここのボルトが、わかりますかね？溶接で点付けされてました。まあ、外れないようにしないとね、車検通らないので、っていうところですけど。まあ、そもそもこのマフラー自体が車検対応ではないんですけれども、昨日ちらっと動画で言ったように、かなり静かで、ちょっと使用表を調べるとですね、91.4 デシベルだか、91.6 デシベルだか。で、ノーマル比、ノイズがですね、ノーマル比と全く一緒でした。なので、おそらく、もともとは車検対応品で、作ったんでしょうけど、車両がユーロ5対応なので、まあ、車検が通らないっていうことだったと思います。で、これ、ここからだと見にくいんですけど、ここの中、このリベットを外すとですね、この中にキャタライザーもいました、ハリカムの。まあ、今回はそれはつけっぱなしです。で、昨日はここのリベット全部外して、このバンドを外して、で、こいつを抜きました。まあ、こう入ってましたね。まあ、今ネジがあるので入らないですけど、ネジ取って入れて、ここから、こっちから、ボルトでっていう感じなんですけど、まあ、そもそも、これ裏側ボルト穴ないので、はい。こいつ外さなきゃダメです。はい。そんな感じですね。で、まあ、かなり踏ん詰まってる状態だったので、サーキット走行会で使うんであれば、少し上まで回せるようにと思って外しました。はい。で、ついでに、昨日、この作業、マフラーのこっちの作業をしている間に、これが届きました。ウッドストック、3代目ハヤブサ専用の、はい、バックステップになります。はい、これも両方、左右、まあまあ当たり前ですけど、つけました。まあ、それよりも音ですよね。まあ、昨日でも動画ってわかるのかな？はい。じゃあかけます。分かりにくいかも分からないですけど、こんな感じになってます。まあそんな昨日言いだけ喋ったのでネタはないですけど、音がだいぶ、まあうるさいからいいというわけではなくて、ノイズがなくなった気がします。まあこれのせいなんでしょうね。はい、そんな感じです。一応商売的な話を言うと、このマフラーテストに使ったら、すぐに転売する予定です。欲しい方がいたら、まあ、早物勝ち、これ一本しかないので、まあ、ご興味のある方がいらっしゃったら、コメントか、まあ、直接、当店まで、連絡いただければと思います。ということで、短い動画ですが、ではでは。